はい、こんにちは。鳥取市のハンクアイロハ堂です。本日はですね、こういった、ゴムの角印ですね、このゴムの角印の印面が溶けてしまうというねお問い合わせいただきましたので、こちらについて解説させていただきたいと思います。まずね、角印と言いますとこういった、木であったりね、象牙とか黒水牛でできた角型の印鑑っていうのをね思い浮かべられる方も多いかと思うんですが、こういったね持ち手がプラスチックで印面がゴムでできた、ゴムの色はね赤だったり黒だったりするんですが、こういったねゴムのタイプの角印というものがございます。こちらのですねゴム印を使っていて、だんだんゴムが溶けて文字が読めなくなってしまったというねご相談いただきました。こちらのね原因の一つとして考えられることがありますので、本日はお話しさせていただきたいと思います。はい、このねゴムの角印の印面が溶ける、角がね丸くなってきたりするっていうね原因は、大体この原因の一つはですね、こちらですね、ゴムの角印というのはねゴム印ですので、通常こういったね、スタンプ台と言われるね、ものを使っていただくんですが、それをね、形が角印ということでね間違えてこちらの、印鑑用の朱肉を使われている方がおられると思います。でね、ゴムはねこの朱肉使いますと、ちょっとね相性が悪いので、ゴムがね溶けてきたりということがあります。ほとんどの場合ね、このスタンプ台ではなくて朱肉を使ったことによってゴムがね溶けてきてしまっているということが、原因と考えられますので、もしね朱肉をお使いでゴムが溶けてきてしまっているという方はですね、次に新しく作られた時には、こちらのスタンプ台を使って押してみてください。それともう一つですね、これはね黒いゴム使っておりますけど、当店ですとね通常のゴムやこういった、赤いゴムを使っておりますが、朱肉なんかにね強い耐油性ゴムといってねこういった黒いゴムがございます。こういったゴムを使いますと朱肉で押した場合でもですね、溶けにくく、長く持ちます。金額は、普通のゴム印の5割増し 1.5 倍となりますが、こちらを使っていただくとね非常に長く持ちますので、耐久性の強いゴム印を探しでしたらね店頭で耐久性のゴム印、あるいはね、長持ちするゴムでお願いしますと言っていただければ、こちらで対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。それではよろしくお願いいたします。印ショップいろは堂は鳥取市2階町3丁目、地図街道筋商工会議所並びです。